イルファン・ファンディは、シンガポール出身の同国代表サッカー選手。BG、パトゥム・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、センターバック、守備的、ミッドフィールダー、ストライカー。イルファンは、シンガポール国立フットボールアカデミーで選手としての、キャリアをスタートさせる。イルファンは2013年にはゴールドットコムの、ゴールドットコム。 エストップ20サウスイーストアジアンライジングスターズに2014年には A ガーディアンのネクストジェネレーション 201440OF THE BEST YANG t ン l e n t s IN w a にそれぞれ選出されている2013年イルファンと弟のイクさんはスペインのエルクレス CF のトライアルを受けたが正式契約には至らなかった同年末兄弟は チリの AC バルネチアのアカデミーと2年契約を結び、2014年からは、ウニベルシダ・カトリカのアカデミーで過ごした。イルファンは、ウニベルシダ・カトリカのトップチームに昇格して1試合出場し、南米でプレーした初のシンガポール人選手となった。しかし、ナショナルサービス含むのために、シンガポールに帰国することになり、 クラブから提示された2年契約は断った。2015年3月5日、ヤングライオンズと契約。そのわずか数時間後に開催された単ネス・ローバーストの試合で先発出場して S リーグデビューを果たした。イルファンはもともとストライカーとしてプレーしていたが、この時はシャーキル、ハムザの負傷のために急遽センターバックにコンバートされての出場であった。 2016年、ホームユナイテッドに移籍。ほどなくして、弟のイクさんも、同クラブに加入。この時期にイルファンはストライカーからセンターバックに本格的にコンバートされる。SPF でのナショナルサービス含むを終えた2018年、ヤングライオンズに復帰。この年、イルファンは、FC フロー人間ンンや SC プラガのトライアルを受けたが、いずれも契約には至らなかった。 2018年11月、タイリーグ2への降格が決まった、バンコクグラス FC に、来期加入することが発表された。2015年2月14日、U-22 日本代表との試合で、シンガポール U-23 代表デビューを果たし、試合には大敗するもののイルファン自身は78分に、ゴールを決める。2015C ゲームズにも出場した。2016年9月、 シンガポール代表に初招集され、10月11日の香港との国際親善試合で A 代表デビューを果たした。父親は FC フロー人間でプレーしていたファンディアマド。母親は南アフリカ共和国出身のモデル、ウェンディ・ジェイコブス。弟のイクさんもシンガポール代表サッカー選手である。ありがとうございます。